西武の先発は野上が務めました。打ち上げました、ファールグラウンド、最後はショート金子、ランナーは3塁に進みますが、これはタッチはボールがこぼれたという、結局セーフになりました。あの場所からタッチアップを狙ってくるというのも、そうですね、まあサードとショートが追ってましたね、塁が空くということで、そうですね、進んだんですけれども、まあ、岸もうまくベースカバーには入っていました。タイミング的にはこれはアウトになりそうかなというところだったんですけど、ボールがこぼれたということで、そうですね、はい、まあ、ただここは積極的な走塁を見せてきました。